とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、最終日となります、毎日100連生活。今日も100連、回したいと思います。うん、こっちに行こうか。もうね、よろずもメダルも、超いまいちなのよ。こんなのいらない。メダルも、こんなのいらない。うん。メダルピックアップだったらば、まあ、爆食が狙えるやつがピックアップの時に回せばいいけどね。それ以外は、いりません。100連いきましょう。とにかく防具とおしゃれ装備が欲しい。はい、最初の10連、幸先悪いね。大外れです。次6パー。いきます。防具はできれば使えるやつ、うん、今まで使えるのがタキシードとあとは宇宙服か、それぐらいだもんな。めちゃくちゃ使えそうっていうのが、おっと来た。え、持ってるピックアップのやつでしょ。ドッキリ焦点ハリセン、いりませんこれ。まあね、スキルでね、敵のディフェンスを下げて、で、チャージ攻撃をすると、バッドステータスで威力アップだから、ダメージ取れますよってやつだけど、そもそもの攻撃力、パーセンテージで上がってないやつが、攻撃したところで、よろしくないので、使いません、あれは。レベルは高いんだけどね。スキルがもう全然だ。なんかね、もうちょっと、確実にね、攻撃力が 45% 上がるやつだったら、使ってもね、いいんだけど。いや、でも 45% 低いよ。低い。はい、外れです。45% じゃないもんね。うん。70% とかそれぐらいのパーセンテージ出せるやつがあるんで、それ以外、それ以下のやつはね、使わないね。ブルブル来て！ブルブル！ブルブル！ああ！タクトか。シンフォニアタクト。仲間復活させる時間 15% 早くなる。いらねえなー。あ、敵を吹っ飛ばすか。チャージ攻撃が。それ自体は良さそうだけど、スキルが全然ダメ。使いません。はい、50連目。頼むよ。金はポロポロ出るんだけど、二つ一遍とか出てほしいな。二つ一遍で二つとも防具とかね。最高のやつが来てほしいんだけど、おい。いらないやつだ。全捨てアップ。まあ、そうね、バフ用としてつけててもいいかなってやつだね。バフ用でもいいし、まあ、クラブサポート時、アイテム2個投げてくれる。これもなかなかいいんでね。悪くはない。悪くはないけども、それじゃないんだ、今欲しいのは。はい、分かってた。金来ないってなんか分かってた。なんか、金来ない感じがしたもん。はい。残り40連。いくよ。どうだ？金！おし！あ、1個か！金金金ってくればね、3つ出たこと俺ないもん。最高2つまで。おし、来た。なんだ、チェーン、ウォレットチェーン、え、何、シルバーシルバー、名前はちょっと怪しいぞ、何でしょうか。はい、変身直後自分に攻撃力 10% アップか。いらないな。変身中に攻撃力アップだったらいいのよ。これ直後にアップしたって15秒ぐらいすると多分元に戻るのよね。で、しかも 10% って。10% だったらもう常時上げといてくれ。変なの出たな。初めてのなんか変なやつ出た。おし、金来た。
まあまあ、でも初めてのやつはね、嬉しいよ。性能をね、見れるから。嬉しい。SP。SP チョッキ。いらないやつだ。ひるみ耐性 15% アップ。ひるみ耐性上がったところで、別にいいよ、そんなの。はい。残り20連。お、外れか。外れですか。まあまあ、ここで貯めて、次に2個ぐらい金が来るってやつでしょ。ね、分かってるよ。 6% かでも。来い、金2つ。わあ、なんだこれ。最後の最後みたいな感じになった。ブルブルしてよ、ブルブル頼むからね。よし、最後の最後なんか来た。え、何これ。何これ、見てみようか。はい、厚塗りボディーアート。あー、微妙だな。ディスコタイム発生時全捨て 15% アップ。なんかこの限定的なね、発生率だったらもうちょっとステータスアップを 50% とかにしてください。じゃないならば常時ね、装備してる間 15% アップとかしてくれないと、これ弱いよ。なんかいい装備って全然ない気がするな、今まで出た中でね。前回までのがなんか結構いいのがあったから、ちょっと外れ感が強いです。はい、ということで今日も100連回していきました。まあ300連回して、まあ金はそこそこ出たからね、こんなもんかな。まあもうちょっとコイン集めてまたね、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。